最短ルートアガルート南関四角の最短ルートはアガルートはいみなさんこんにちはアガルタアカデミー講師の厚見と申しますよろしくお願いします はいではですね今回の講座はですね演習書解析講座のシリーズ一つになります「民法演習サブノート210問」の解析講座こちらを担当させていただきますよろししくお願いいたします。 はいといとうことでですねこの動画はそんな講座のガイダンス動画兼、ですね答案の書き方、ですね民法の答案の書き方こちらについてお伝えしていこうかなという動画になりますということで早速、ですねレジュメを移しながらいきましょう。はいこちらですね講座ガイダンスと答案の書き方という形になりますとはいまず最初ですが本講座の使用テキストというのはもちろんこちらになりますね。 えー、沖野先生ほかの「民法演習サブノート210問」を第2版ですね2020年の公文堂さんから出ているやつとこういうところになりますと、はいえー、こちらのテキストを使って、えーまあ、ここからですね210問載ってるわけですけども、まあ、特に論文との関係で押さえておきたいかなというふうに思える100問ですね100問を選んでおきましたというところですね。はい えー、じゃあそんなあこのテキストを使ってどういうふうに講座を展開していきましょうかというところで本講座の目標と。はい まあホームページの方の講座紹介のところにもいろいろ載っけているかと思いますがあガイダンスの中でもちょっとだけ触れておきますとというとこんな形でございますと、はい、まず皆さんがです、ね、実際に日頃論文の勉強、まあ、法律の勉強をしていて、えー、どうかというところですがあまず最初ですねテキストを読んで演習書を読んだりしてというところですね。はいえー、このテキストも1つです えー、基本書と呼ばれるものをその一つ、えー、予備校本ですね、上がるとでいけば総合講義のテキストですね、はいえー、そんなテキスト例を読んでいって、あともう一つは、えー、実際の論文の答案の書き方の説明ですね、えー、を受けたりして、ですねそこで、なるほど、そういう条文なんですね、そういう論点なんですね、そうやって答案書きゃいいんですね、なるほど、分かりましたまではすぐにいけるのかなと。 はいもちろんこういうところでつまずいちゃう方もいらっしゃいますけれどもここは結構みんなあなるほどそういうことなんですねへえという状態になるんですがしかしなんですねはいしかしとじゃあ実際に答案を書いてみてくださいというとどう答案書けばいいのかが分かりませんという状態になりがちはいこれが特に初学者としては最大の悩みなんじゃないのかというところでございますと。はいちなみに CF ということで中上級者だったらどんな形かというと。 一を答案の書き方が分かってるととか例えばいわゆる論証とかが頭に入ってるわけだけれどもいざ答案を書いてくださいねってなると制限時間内では書ききれませんとのこれどうすればいいんですかっていう悩みが出てきたりしますねというところですと。はい じゃあ、それは何でなのかという原因ですね。それはですね、まずそもそも論として、上で答案の書き方の説明を聞きというふうに書きましたけれども、実際に抽象的な答案の書き方が分かっていない、まあ、しっかり頭に入りきっていないみたいなイメージですね。はい。まさしく今はです、ね、皆さん、えー、とパッと、民法の答案の書き方ってどんな流れですか、えー、刑法の答案の書き方ってどんな流れですか憲法の答案の書き方ってどんな流れですかと聞いたときに、えっと とまずこれで次がこれでみたいなあ状態になっちゃってるとそりゃあまずそこつまずいちゃってるからなおさらでしょうねとまずそれをきちっと頭に入れたいですねとただまあ抽象的な,なのでこいつを一生懸命頭に入れようと思ってもなかなかうまく頭に入らないのかなというところではありましてと、はい、これがまず原因の1つ目2つ目の原因は 抽象的な今言っていたその抽象的な答案の書き方に沿って実際に書いてみると具体化された答案の文章というのはこんな文章なんですよというイメージが確立できていないからというところでございますと、はいえー、じゃあ、えー、民法の答案の書き方はまず最初にこれを書いてという最初にこれを書いてのこれって実際に文章に起こすとどんな文章になるんですかみたいなところですねじゃあ次は次は次はという文章の流れのイメージまで含めて確立できていないと。 はい上で見た中上級者が時間内に書けないですっていう悩みの一つはこれが原因になるんじゃないかなというところですとはいつまり論章は頭に入ってますで論書の次は何を書くんですか論書の手前は何を書くんですかっていうイメージが確立できていないから結局つどつど次に何を書こうかなというふうに考えちゃっている時間が発生するんでなかなか時間内に書ききれないのかなというところでございますと。はい ということはこの2つに対する対策を立てなきゃいかんですねということでそこでとはい、えー、短文事例問題の決定版といえるこのテキストですねはい短文事例問題集うーまず初学者だったり論文の勉強のスタートとしては短文の事例問題集というのがすごい大事ですよねというふうに言われているところかなと思いますけれどもまさしくこのテキストはそれにうってつけ決定版といえるでしょうねとはい。 アガルトの講座としては重要問題習得講座っていうのがありましてと、はい、こちらが短文事例問題集ということになると思いますけれども市販のテキストで戦うとしたらこれになってくると思いますよと他にもありますけどね、えー、一つ候補としてはこれが決定版のテキストの一つだと思いますよと、はいえー。ということはこれを使ってですね えー、なるべくシンプルにししししたあ抽象的な答案のきき方をしっかり確認していきましょうそしてその答案の書き方に沿ってですねシンプル化された抽象的な答案の書き方に沿った具体化された答案っていうのもイメージを確認していきましょうと。はいこんな2つをしっかり確認していく中でとりあえずですねそこで求められているものは書けるようになったっていうところですね。つまり 0から1の状態に持っていきましょうとにかくこういう形で書けば一応の答案になるんだみたいなイメージを確立していく書けるようになったを目指すこれがこの講座のコンセプト目標になっておきますとなってきますとはいというところでございましたとじゃああとはそこでいう答案の書き方でじゃあ具体的に何なんですかっていうところになってきましてとその話についていきましょうと答案の書き方ですね3と。 えシンプル化された民法を含む法律答案の書き方と民法の答案の書き方の大きく2つですとまず括弧1抽象的な答案の書き方の方からいきましょうとはい民法を含む法律答案全般の書き方はいこれもよく合格者が言う一言をですね結局どの科目も答案の書き方って大きく変わんないと思うんですよねとはいこの状態になれればかなり強いですね、えー、もううう合格すするんだろうなといい感覚ですとはい じゃあ実際そこでいう法律の書き方って結局どんな流れなんですかっていうと要はこういう流れですと、はい、左側のやつですねこれですねはいそもそもまずは説問に答えてなければお話になりませんね、えー、しっかり、えー、説問1何々説問2何々とかというふうに書いてあるわけなんでそこでこ説問として設定されているものに答えてなきゃだめですとこれ意外と特に論文に苦戦する組の方ですね意外と多いです でそもそも説問に答えてないじゃんっていうパターンですねはいっていうところですがそんな説問に答えることを当然の前提にしつつまず1段目その事案で何を検討するんですかをはっきりさせましょうねとこういうところです例えば刑法だったら甲のこの行為について犯罪の成否を検討するのよねっていう風うに行為を特定していくみたいなイメージ憲法だったら この法令のこの条文このルールが憲法違反じゃないんですかみたいな形でえ憲法違反になるかどうかの検討対象を設定するみたいなイメージはい。じゃあ次はって言うと一体その検討対象をどの条文との関係で検討するんですかと刑法だったらこの行為について窃盗罪235条が成立するんじゃないんですかって書いている文章はこれですねと 憲法だったらこの法令って21条1項の表現の自由を侵害して違憲じゃないんですかっていうことを書いているフレーズがここに対応してるみたいなイメージ、はい、そしたらあとはそんな丈夫の文言に沿って検討しましょうねと、えー、窃盗罪の方でいけば他人の財物摂取したっていう文言を検討していくわけですよねと、はい、そしてそんな丈夫の文言に沿って検討していって全部の文言の検討が終わると じゃあ窃盗罪成立しますねいや成立しませんねっていう最終的な検討結果が出てくるし表現の自由を侵害して違憲ですね侵害しないから合憲ですねっていう検討結果が出てくるよねとはいじゃあそんな最終的な検討結果に向かっていくまでの間ですね他人の財物っていう文言は文言で検討する接種っていう文言は文言で検討するわけですがその一個一個の文言を検討していこうとするにあたって出てくるのが 問題提起をしましょうというブブブ,ブロック、えー、そんな文言の解釈規範を定立しましょうというブロックが出てきうるという形ですねはい。例えば民法だったら177条の第三者にあたるか第三者の意義は問題となるみたいなフレーズだったりいいですね、えー、窃盗罪だったら共謀共同制法が成立するかみたいな問題だったりいいですよ はい、なので出てくるということでじゃあそこについてもう条文には書いていない話なんで自分で解釈規範定律ですねルールを設計してあげるっていう作業をしましょうと、はい、この2つのブロックはある文言ある要件ある文言ですねある文言について出てくることもあれば出てこないこともあるんですねなので括弧を付してありますとはいので出てこない文言については早速当てはめが始まるんですねこのの当ててててははめっっっいううブロックは何やってんのっていうと 問題文の事実です。なぜならばそもそもその事案を一生懸命に処理しましょうという、えー、答案なわけなんでじゃあその問題文のどこの事実を見ながら当てはめているんですかをしっかり答案に反映させましょうと。はいしかもこの事実の指摘はもう問題文の事実をそのままコピペで構いません。もう本当に文字通りコピペです。えー、問題文の事実をそのままひたすらに書き写すだけと。はい そこで使う事実だけですけけどねそこでで使う事実だけで構わないのでしっかり書き写すっていう発想で全然構わないです。はい、で場合によってはその事実に対して「これってこういうことですよね」っていう評価を入れる作業もあったりしますねと、はい。の結果じゃあ結局そこで検討してる文言はどうなったんですかっていう結論を出してあげて。 この文言は大丈夫だってなるなるらじゃあ次の文言に進みましょう次の次の次のに進みましょうで最終的な検討結果が出てくるよっていう感じになりますというところですねはいこんな形でございましたとこういうところですねじゃあそれがですね民法だったらどういうふうに引き直されるんですかっていうとそれが右側になりますまず説問に答えるのはそれは民法も当然ですとはいじゃあその事案で何を検討するんですかが民法の世界では 当事者の言い分ってい分う形で現れますその事案でそこに登場してくるこの人はこの人に向かってこんなことが言いたいんじゃないのあんなことをしてほしいんじゃないのっていうところを書いてあげるこれが検討対象ととして設定される項目、はい、言い分生生のの請求生の主張とそしたらそんな請求主張を根拠づける条文を書いてあげようがどの条文との関係でを民法に引き直したパターンです。 えー、土地を明け渡してほしいっていうならその土地の明け渡しの根拠になるのは何なのお金を払ってほしいっていうならそのお金を払っての根拠になる条文は何なのっていうところでございますと、はい。そしたらその続きでしょですね条文が指摘できたんであればその根拠条文の文言に沿ってひたすら検討していけばいいんですもんねというところですね これが例えば民法の世界だったら要件効果っていうくくりがよりはっきりと登場してくる分野ですかねともちろん別に民法に限らないですね要件効果っていう言葉はね民法に限らないわけですけれども要件効果なんかを意識しながらやってってくれればいいんですとそうすると一つ一つの要件検討していくに際してもうここから先は一緒ですね、えー、問題提起をすることもある解釈規範定律をすることもある、えー、当てはめでは問題部の事実をコピペするコピペする その事実に対すするるる評価を指摘することもあるで結局その文言要件だったり効果だったりがどうなったんですかの結論を書いてあげて最終的な結論ですね上で立てた生の請求生の主張が認められる認められないできるできないっていう文章を書いてあげて終わりみたいな感じと、はい、そうするとミニマムといいますかね、えー、答案を構成している民法の答案を構成しているパーツとしてはこの黒丸をつけたやつらになりますね。 えー、生の請求主張その法的根拠要件・効果問題的解釈、えー、事実の指摘・評価・結論で最終的な結果・結論とういうところでございますと。はいことになりますとでそれがそもそもまずは頭に入ってるかどうかが一つ大事でしてと。で その続きですねじゃあそれは分かってるでも実際に問わが書けないのですっていう方々はこの流れに沿った具体的な文章運び文章のつなぎ方のイメージが湧いていないみたいな感じですとそこで今度はそれをやってみましょうカッコ2ですね具体化された民法の問案の書き方とはいそこでまず1ですね、えー、A は B に対してというふうになってますがこれもちろん説問としては A は B に対してうんぬんかんぬの請求をすることができるかみたいな説問が設定されているっていう前提を置いといてくださいその説問に対する答えを書いていこうなわけなんで A は B に対してうんぬんかんぬの請求をすることが考えられる当該請求をすることができるかっていう文章運びをしていますと、はい、こうやって書けば説問に対する真正面からの答えになってますもんねっていう感じですとでその際に 生の請求を明らかにしてあげるその生の請求の手前ではありますが法的根拠〇〇を根拠にという形でやってあげると。はい、これで生のととその法的根拠を明らかににしたことになりますねとじゃあその法的根拠のところには条文が入っているのが大体でしょうからその条文に沿った要件検討を2番以降でやっていけばいいんだという形になると。はい でで、えー、要件というのはですね条文の文章というのはダーッと一文で書いてあったりしますけどもこれをある程度区切ってもらえればいいので区切れるんだったら区切れただけじゃあこの文言この要件はどうか次の文言次の要件はどうか次の文言次の要件はどうか次の文言次の要件はどうかというふうに一個ずつ分けて書いていってくれればいいんですよと。で分けて書く以上は今自分が書いているのは条文のこの文言この要件の話でしてねっていうのが 読み手つまりにに伝わるるようう表現すすっていうのは大事ですねと、はい、そこで例えば2番ですねのところだったら「うんぬんかんぬん」の文言「要件について」から書き始めてあげて、えー、検討してってあげればいいと。でさっき見た通り当てはめは事実を指摘するわけなんで「こういう事実がありますよね」という問題文のコピペこんな事実がある「だから」とこの要件にあたるという結論の文章を書いてあげればそれで終わり。はい これをひたすすら要件、えー、ですね上部の文言、要件、効果の個数分だけひたすらやればいいと続きですね3とじゃあ今度はまた別の文言、要件についてうんぬんかんぬんという事実があるはいこれもまた問題名のコピーで構わないでしょうとでつまりこれは何々と評価できるこれを何々と言えるという形で評価の文章を書いてあげればいいんだと、はい、こんな形でございますと。はい えー、つまり評価をする際はつまり何々と言えるみたいな文章を用意しとけばいいんじゃないみたいな話もちろんこれが評価を書く際の文章として唯一ですよってことは全然ないですでもとりあえずまずはこんな感じの書き方をイメージしてもらうっていうのが大事なんじゃないんですかねというところでございますとはいでもちろん「従って」という順説の接続詞を使ってこの要件今見てた要件にあたるんだという結論の文章も書いてあげてとはいこれでまたこの要件の検討終わり次の要件ですね文言要件 えー、云々かんぬという文言要件について、えー、この要件とはですね何々を言うという解釈ですね解釈はいこの解釈なんかを書くときも何々とは何々を言うみたいな文章の運び方をするんだみたいなのをテンプレート的な形でイメージしておいてもらえればだんだん書けるようになっていくんじゃないんですかねとはいそんな解釈を示したんで「本件では」っていう当てはめがスタートするよとはい でもやり方は一緒ですねまた問題文の事実を引用してあげるコピペしてあげるでつまり何々と評価できるという文章を書いてあげるもちろん評価がいらなければカットっていう可能性はありえますと、はい、で従って何々という要件にあたるという結論という文章と、はい、そして最後の5ですね「えー、丸,丸の要件ですね、えー、つ 4, つです4つ目の文言要件についてですがこの要件にあたるのかという問題提起はい。 問題提起の文章もいろんなバリエーションがありますけれどもとりあえずまずは、えー、云々ぬん感度に当たるかみたいな表現の仕方を一つイメージしておいてもらえばいいのかなと。はいということで当たるかっていう問いが立ってるわけなんでそのについての解釈が始まります規範定律が始まりますと。はいそして解釈示したのはまた一緒ですね当てはめ本件ではと。問題文の事実をコピペしてあげてつまり何ねと言えるという評価をしてあげてと。はい 従ってこの文言この要件にも当たるという結論と。ということで全ての文言要件に当てはまるんだということになるんであれば最終的な結論ですね。よって A は B に対しまるまるという生の請求をすることができるんだという最終的な結論を書いてあげて終わりっていう感じになりますと。はい、しかもこの6番は1のところにしっかり対応させておりますよという形でございましたと。はい こんな形の答案の案文章運び具体化された文章運びがイメージできるんでしょうねというところでございますと。はい、でだいぶシンプルにしているつもりなわけですがと本当にそれで大丈夫ですかっていうところが疑問に湧いちゃうかなと思うので実際の本番確認してみましょう括弧です、ね。予備試験だったり司法試験本番での答案の書き方をちょっと読み取ってみましょうかと。 いうことでで、えー、令和4年ですね、えー、この講座の発売時点では一番最新年度になりますけれどもお令和4年のまず司法試験の予備試験の方の論文式試験問題と出題趣旨特に民法のところから一部引用してみましたと、はい、内容としては事例を素材として題材として契約不適合責任としての報酬減額請求の可否を問うと、はい、つまり請求ができるかどうかを検討しなさいという説問だったわけですよと。 はいしかも報酬の減額請求なので要は生の請求はもう明らかになってるしその手前で契約不適合責任としてのってことなんで法的根拠も明らかになってる。はい、えー、ですね、えー、というところでじゃあ続きですね請負の契約不適合責任にかかる民法の規律構造を踏まえた上でつまりこの請負の契約不適合責任の条文の文言に沿って1個ずつ検討していけば それが規律構造を踏まえた答案になるわけですよで実際に一個一個の文言要件に事実を当てはめながらやっていけばその続きの事案にに即した論述の展開にもなりますとはいつまり上で見た答案の書き方でここに書かれている求められていることっていうのは拾えている拾うことが全然できる答案になってるわけですねと。はいじゃあ司法試験はというと令和4年の今度司法試験の方の採点実感と。 民事系科目第1問とこれがつまり民法のことを指しているんですがそこから一部引用してきましたとはい論ずべき事項は「三。これ「1」「2」あったんですがそこをカットしちゃってます「三として「差外行為取消し権行使の可否つまり「差外行為取消しできるできない」を検討してくださいっていう説問だったわけですねと「四差外行為取消しの要件と本問への当てはめであるとつまり できるかどうかは全ての要件満たすんならできる一個でも書けちゃったらできないなわけですねとじゃああとは要件の充足性を検討しましょうつまりそれは本文への当てはめであるとはいそんな「丸4についてはですね民法424条424条の5の要件を一つ一つですねつまり 要件が複数あるのであれば、文言が分解できるならば文言1個ずつに事案を当てはめていく丁寧に検討していることができればよくってそんな答案が多くって条文への当てはめを丁寧に行う受験生が多かったことは好印象であったと。 はい、つまり上で見たような答案の書き方具体化された答案の書き方あっていうものはまさしく条文を指摘してあげてその条文の文言要件に一個ずつ問題文の事実をしっかり引用しながら当てはめていくっていうことをやってるのでまさしくここに書かれている好印象な答案になってるんじゃないのというところでございますと、はい。つまり上記民法の答案の書き方で予備試験司法試,試験本番の答案を書くことは全然できるんですよというところでございますと。はい もちろんだいぶシンプル化しているのでえ他にもこんなことを合格者の方から言われるんですけどというところはいろいろあると思います。いいですね、他にも問わの書きありますよと。例えば問題提起はしっかり問題文の事実を踏まえながら指摘しましょうねだったり何いい、ね、なんら問題提起なんか書いてる余裕ないからそれは省略したいなとかですねあとは表現の仕方として何々が問題となるみたいな表現の仕方もあったりとかですね じゃあ解釈規範定律部分はどうかというとですね理由付け、A、と結論部分の大きく2つつまり基準規範部分ですね、A、の大きく2つに分かれるのから両方書きましょうよだったりですね理由付けはカットすべきだろうとかですねはいいろんな書き方がありますとおだったり解釈だったり規範定律っていうのは趣旨から規範を立てましょうとかですねえっていう風に言われたりするところだと思いますよ。とはいで な,なんならこの四つ目これが一番の難敵ですね論述そうは言っても長々いちいち全部を書いてることは無理なんだからコンパクト化する必要がありますと故に三段論法を崩すっていうシーンが出てきます常々、えー、一定のパターンで論じることは不可能ですよねと時間もありますしねとだから崩すとこれがめちゃくちゃ、えー、難しいんですねというところですねはい 例えば先に結論書いちゃってからなぜなら何々だからであるみたいな文章運びをしているのも一つ崩し方の一例にもなってきたりしますよと。はいというところですがいろいろありますといろいろあるんですししかもこの4つ目に関しては実際にこの講座で取り上げている答案の中でもどうしても登場せざるを得なのでそこに関してはコメントしながら実際の講義を進ませているわけですけれどもはい。 いずれにせよこういうふうにいろいろ答案の書き方があるので最終的には皆さんにはいろいろ他のこういう書き方もああいう書き方もいろいろあってとでそういうのも柔軟に駆使することができるっていう状態に最終的にはなってもらいたいです。なってもらいたいんですけれども冒頭でお話しした通り結局どう答案書けばいいのかがわからないっていう悩みを持っている方だったり ないろいろ考えすぎちゃって結局時間内に答案が書き終わりませんっていう中上級者ですねの方なんかはまずはシンプルな今まで見てきたシンプルな答案の書き方に絞ってみてそれをまずは確実に実行できるようになるっていうところを目指しましょうよと。で別にそれができるようになったらいくらでも他の答案の書き方もどんどん増やしていきましょうよというところですね。はいこれつまり結局日頃の勉強の仕方はですねえと変わらないですと、は。い 対象勉強する対象範囲を広げれば広げるほどよく言われるのがあの教材にもこの教材にも手を出しますよというふうにどん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 手を広げていけばいくほどうまくできなくなってくるシーンは増えてきますと。はいうのは答案の書き方においても言えることだと思いますよと。はい、こんな形になってきます。ここれが答案の書き方ととといいうところでございましたと はいじゃあ実際にこの講座をどう受けていきましょうかというところですがまずは自分でこのテキストの問題文と解説は読んでほしいです。 問題文一生懸命講座の中で読み上げるということはしませんし解説の解説をするということも特にやらないですとどちらかというとまさしくそこで書かれてることを実際の答案に落とし込むとしたらどうしていきましょうかねみたいなところをフォーカスしている講座あなのでここに触れてる余裕がどうしてもないんですという感じでございますと、はいえー、じゃあそこに関してはどうかというと上でメモったとおり現レベルでしっかり読んでくれればいいですと。はい えーえー、ときっちり、えー、例えば解説に難しい話だったり難しい論点難しい判例がいろいろ乗っかってくるわけですけれどもそういうところについての知識があればあるだけ中身の理解度はどんどん上がっていきますがそれれをきききっちりやりやなななゃいけないいいけんだとうふうに思う必要はないです、はい、今の自分のレベル知識量と読解力で構わないのでその代わり一生懸命問題文を読むどんな事案なのこんな事案なのかなというふうに一生懸命読もうとする姿勢。 で解説の方もこんな話なのかなるほどなみたいなところを一生懸命理解しようとする姿勢でどんどん繰り返していってくれればと、はい、これは知識がついてくれば読解力理解力がついてくればどん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 できるようになっていくわけなのでその都度その都度今の自分のレベルで一生懸命やっていってくれれば構いませんと。はい もしその際に必要であれば自身のインプットテキストで知識確認をしてもらうという時間をとってもらうのもありですしその下にメモった通りじゃあでまず先に自分で答案構成してみるのはどうですかっていう疑問を持つ方もいると思いますがもちろんそれもやってもらって構いませんとただこのインプットテキストで知識確認だとか答案構成をまずしてみようかっていうところはそれだけでやたら時間が持ってかれちゃうんであれば一旦はパスしてもらっても構わないです、うん。はい まずは答案の流れをどんどん確認していくっていうところが大事なのでそれ以外のところで時間が取られちゃうぐらいだったら省略っていうのは全然ありだと思いますよと。でそれこそ知識もだいぶ入ってきた理解力もだいぶついてきた大体こんな感じで答案を構成していけばいいんだ答案の流れってこんな感じなんだというイメージも湧いてきたってなったら答案構成もできるようになるでしょうし。 でそうなってくればなってくるほどどんどんってことは、えっと、あの辺の項目を知識としてインプットしておかないと答案ってうまく書けるようにならないなあっていうところのイメージが湧いてくればそこだけをインプットテキストでサクッと確認するってことができるようになるしという感じでございますと。ははいいいこんな形でございますと、はい、ゆえにまずは問題文と解説をきっちり今の自分のレベルで一生懸命読むというところだけはまずやってみてもらうといいんじゃないかなと。はい そしたらもうあとは早速うこの講座のレジュメ、えー、テキストになっている答案例ですねこれを見ながらその答案例の中でシンプル化された抽象的な答案の書き方を確認する。で そんな抽象的な答案の書き方に沿って実際に答案例として具体的な文章になっているやつらこいつらがつまりシンプル化された抽象的な答案の書き方に沿って具体化された答案ってことになりますがその確認をするそしてこれをひたすらに繰り返す確認を繰り返し続けることです。えー、こんな答案の書き方があってそしてそれを実際に具体化するとこんな文章ででこんな書き方があって具体化するとこうでっていうことをひたすら繰り返し続けることですと。 はい、もちろんイコールで書いた通りそれを1回やったらできるようになりますかなりませんと、はい、これはもう指導をしていてい感じます自分自身が受験生だった頃を振り返ってみてもやっぱりそう思いますこんなの1回やってできるようになるはずがないですはずがないですはい、えー、これをひたすら繰り返し続けるともちろんですね、えー、理想はですね、えー、理想はその問題答案ですね答案がずっと同じパターンで組まれているものをひたすら確認していけば 各、えー、問題の確認は1回でも同じトーンでずっと書かれてるなれば繰り返し確認したことになるのでいいのかなというところでありますがなかなかねそういう答案例って存在しないですさっき言った通り、えー、どうしても崩すシーンが出てくるからつまり崩してるシーンのところを崩しているっていう判断ができるようになればいいわけですけどもなかなか初学者のうちはきついですねという感じですと。はい でもこの講座ではなるべくそこをどうしてもね崩すシーンがありましたよということは避けられないんですがそこは口頭で補充しつつなわけですがなるべく上で見たあのパターンですねこの具体化されたパターンでこれをただひたすらに守ってみましょうかということで答案例を作りましてそれが合計100問分ですと。なのでこの100問分でひたすら100本ノックやってくださいとこういうところです。 ももちろんこれも今言った通りこの100本の句を1回やりきったときに果たしてそれで本当にできるようになっているかというとできない方の方が多いと思います。でもそれはそういうもんです。文章を書いて試験を受けるという試験なわけなんで文章を書けるようになるというのはそんなすぐにできるようになる話じゃないですとすぐにできるんだったら予備試験の合格率こんなに低くないですし司法試験ももっともっと合格率は高くなるはずですと。はい それがなかなかうまくいかないからあの合格率に落ち着いてるんだと。ということはひたすらにこういう流れで書くんだという確認作業をやっていきましょうねという形になりますと。はい。まあ、こんな形でございましたと。ということでじゃあ実際に試しにちょっと考えてみましょうかということでカッコ6ですね実際の問題を例にということでこのテキストの第159問ちょっと見ながらいきましょうと。 えー、第159問ですね使用者責任の問題でしたというところですがまずそこにですね、えー、と灰色で抜かれているところこれは要は問題文なわけなんでこれをまさしく自分でまずは一生懸命問題文読んでみてくださいというところですね。 え一生懸命読んでいって、えー、ちなみにえ講座の実際の中身の方ではこんな感じで答案例を写しながらやっていくわけですが、えー、ちょっと事案が複雑かなーというやつに関してはこんな感じで図にしたりしていますというとこですねこれ S S ってて書いあるののはですね。 はいこんな感じですとでこんな図なんかも一応書き込みしながらだったりはするわけなんですけども皆さん自身として書けるようになってもらいたいですとこの「じゃあ一生懸命読んでいった結果大体こんな感じの状況なんじゃないの?」ってことがイメージ湧くようにと。 はい、っていうふうに問題も一生懸命読んでいくでもちろん説問もしっかり確認するこんな説問になってるんだなぁへえという状態で今度は次のページですね、えー、解説のページを一生懸命読んでてあてこんな条文を使う話だったんですねこんな論点を使う話だったんですねこんなことを言ってる判例があるんですねとかっていうところをしっかり知識として確認していく。で もしですねそこでえこれそもそもどういうことだったっけちょっとインプットテキストに戻って確認だとかが必要そうであれば確認分しにインプットテキストに戻ってもらって構いませんともちろんそれをやっちゃったせいでめっちゃ時間が膨大に取られ始めるということであればまあまあとりあえずそういうもんらしい一旦今はペンディングだという形でも全然構わないですしなるほどそういう話だったんですねじゃあちょっと自分なりに答案構成し直してみますとか問題文読んだ段階で答案構成してみますとかですね でえー、いう風にやってみてもらう時間を取ってもらっても構いませんしそれやっちゃったせいで全然一問一問に時間がかかりすぎちゃってなかなか先に進まないってなっちゃうぐらいであればまずはとりあえず一周だでいいわけなので問題文読んだ解説も読んだ自分なりに一生懸命読んでみたじゃあ早速講座の解説動画を受けようという形で全然構わないですよと。はい ということで、実際の動画の話になっていくわけですが、まずはやっぱり、説問は確認しましょうねということで、この問題だったら、説問ですね、大きく2つあったわけですね。最後の段落のところの1分目ですね。C は A に対し、751個に基づいて、B に騙し取られた金額の損害賠償を請求することができるかという説問。で、またより後ろからなんですが、ガイダス動画では一旦割愛しちゃいましょう。はい。ということで、まず前半の方が、 えー、もう問題は設問で、えー、生の請求ですねは明らかになっていますつまり B に騙し止まられた金額の損害賠償を請求したい C から A に対してつまり C は、A、に対してお金払いなさいよというふうに言ってるんだなと。はい、でその法的根拠はっていうと715条1項に基づいてっていうふうに言ってるんで条文ももう指摘されちゃってるんですねと、はい。ということでじゃあそれをいざ答案の形にするとそれが答案の23行目ですね。 C は A 社に対し民法715条一項本部に基づく損害賠償請求権を根拠に損害賠償を請求することができるかと、はい、さっき見たあーって、えー、と具体化されたやつと同じような文書運びをしてると、はいるというところですねもちろん、えー、請求することが考えられる丸「丸当該が請求することができるかというふうに書いてもらわんでも全然構いませんと。 さっっきのの文章としてはそっちの方がより正確ですかねこの説問はもう最初から「715」を根拠にして請求することができるかになっちゃってるのでいちいち請求することが考えられるじゃあそれできるかみたいな文章運びまではいらないかなというふうに判定を入れているというだけですと。はい、そしたらそんな715条一行本文が根拠になってるわけなんでその条文の文言要件を1個ずつ検討していくんだと。 つまりここでもしつまずいちゃう方はインプットテキストで要件は何なんだのところを確認するそこを頭に入れなきゃいけないんだというところになってきましてともちろん条文をまず読んでもらいたいですけどねとはいえこの答案ではまず4行目の「被用者が第三者に加えた損害がそもそもあること」という文言要件と次が3ですね「他人を使用するものであること」という文言要件と 事業の執行について行われたものであることっていう文言要件そして最後5ですね面積自由がないことっていう文言要件はいここに関しては上部の文言をバーって抜いちゃうと大量になりすぎちゃうかなということで面積自由がないことってよ,よくある教科書表現ですねっていう形になってますがもちろんここも正し書きの文言を鍵括弧でダーって抜いてもらうんでも全然構いませんとはい。 ということであ要件1個ずつ検討してるなぁになってきますし、はいえー、というとこですねこれちなみに右側が要は抽象的な答案の書き方ですねこの左側のこの文章は抽象的な答案の書き方のうちこんなパーツを意識している文章ですよというのを右側にひたすら書いてありますと、はい、じゃあ例えばですね例えばですが えー「他人をしよう」という文言要件のところ見ておきましょうちょっと2の方がね話が複雑になっちゃってるのでこの16行目の方だけ見ておきますが「他人を使用という文言要件について B は A 会社の被用者であるっていう問題文の事実ですねこれ一番問題文の1行目に書いてあるんですね A 会社の被用者 B って書いてあるんでこの事実をコピペしているイメージですしたがって A 会社は当該要件にあたるという結論の文章 はいまさしく具体化された文章のテンプレートをそのまま使ってますよみたいな感じと。はいじゃあ続きですね今度4のところ事業の執行についてという文言要件についてですが B は取得した担保物件の売却処分を含む業務に従事していたが最終的な決定権限を有していなかったため当該要件に当たるかという問題提起を入れておきましたと。とととこの要件に当たるかいいう問題提起ですとはい ちなみにさっき他にもいろんな答案の書き方があるわというところの問題提起をする際には問題部の事実を踏まえながらねみたいなフレーズが書いてあったんですが実はこの講座の答案例でもそういうところをしれっと採用していますしれっと採用しています、はい、だけれどもまずはそこまでこだわりすぎなくっていいのでここに目を行かせるよりも前に大きな流れを読み取ってほしいですと、はい、最初の3行が問題提起の文章ってことは 続きは解釈規範定律が来るはずですねと、それが次の段落ですね。はい、えー。取引の場面では取引の外観を信頼した被害者を保護すべきであるという理由付け。したがって事業の執行についてとは云々ぬんかんぬんと解するっていう解釈ですね。はい。ここら辺なんかもこの答案例ですね。えー、この講座で採用している答案例は基本的にはもう。 理由付けが来て従って何々と解するっていう結論部分でという構成で作っていますがとこれもさっき見たところではしかしと当該場合であっても云々ぬんかんぬんで事業の行に当たらないという例外の解釈もありましてっていう解釈が示されているんで続きで本件ではて当てはめが始まるんですねと。はい ちなみにこういう解釈のところなんかもご自身のイン,プインプットテキストではどう紹介されてるかというところを確認してもらうといいんじゃないかなというところでございますと。はい、じゃあ次28行目以下ですね。ははいここですが本件契約はと 本当に一言ではありますが本件契約という問題文の事実をコピペしているんだというふうに思ってくださいそしてそれに対する評価意味付けが続きですねその外形からあー、まあ、本件契約が締結されているみたいな文章で終わってもらっても構いませんがその外形から観察して金融業を営む A 会社の職務の範囲内の行為に属するものと認められる見られる場合に当たるんだという評価ですね評価を入れてありますと。はい えまたとお C は B が A の支配人であるという D の言葉を信じていたという事実ですねから本件契約が B の職務権限内において適法に行われたものではないことを知らなかったと言える評価ですねまさしく何々と言えるという評価の文章をここで使ってるんだなというふうに思ってもらえばいいのかなと。はい、でさらにと B の代理権について特に調査していなかったもののそれだけで重過失に知らなかったとまでは言えないという評価ですね。はいっって結論、ね、従って結ですね 事業の執行にについいいいいいててたたるるという結論を書ないいなみたいな形でございますとはいこんな形でなるべくですねなるべくあの具体化された文章をですね問わ、えー、の書き方に沿った文章運びをひたすらに展開しまくっていますとこれを100問分作ってみましたという形でございますとはいこんな形でえですね具体化された文章というイメージを確立していけばいくほどいざ初めて見る事例問題で えー、自分の持ってる知識を使って答案書いてねっと時にで結局何をどう文章つないでいけばいいわけみたいなところがつまらなくはなってくると思いますよとまずはそうやって書けるようになってったらどん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 じゃあでもこの書き方だとこういう話が拾えないでもこういう話も拾うべきだじゃあそれはどうやって拾うかこの書き方だと時間内に書き終わらないってことはどうやって書き方を崩そうかっていう次のステップにどん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 進んでいけるようになると思いますよと。 はい、こんな形でまずは0の状態から1位を目指す答案の書き方をどんどん考えていきましょうというところでございましたと。はい、ということでガイダンスは以上になりましてちなみにですがそんなあーです、ね、結局オチとしては、えー、どんなことができるようになるつまり生の請求だったり生の主張だったりを根拠づけられる法的根拠条文が上がらなきゃいけないわけなんで。 この条文この制度を使うとこんなことができるんですよっていうところが知識としてインプットをしておきたいになるしじゃあその条文その制度を使うための要件は何なんですかっていうところも知識としてインプットしておきたいっていう話になるでさらにはさっき出てた解釈ですね規範定律と呼ばれるところあの辺なんかもやっぱり知識として入れておかなければ書けるようにならないなぜならばこの辺は別に条文にはっきり書いてある話でもないからとこういうところですねはい ということであとはその辺をご自身のインプットテキストで、えー、しっかり補充しながら作ってってもらいたいですし多分そうすると解説に書いてないような話自分のインプットテキストにも書いていないような話だけどもここで扱ってる答案例にはこんなことが書いてあるなあという疑問が生じると思いますが基本的にはここの参考文献に挙げたものですね。 はい、この参考文献に挙げたものなんかを見ながら確認しながらですね参照しながら答案例を作っておりますんで、えー、知識的には大丈夫なんじゃないかなというふうに思っておりますとしかもここの参考文献に挙げてるところですね例えば佐久間先生の民法の基礎だったり安永先生の講義物件担保物件塩見先生のプラクティス中田先生の再建総論あと塩見先生のこの契約法以下のやつだったり中田先生の契約法 塩見先生の不法行為、えー、まあ久保先生の不法行為とか、はい、であとリーガルクエストシリーズですね、えー、民法の4親族相続とか、はい、この辺なんかはよく受験生が使う,う手,を、えー、手が届きやすい教科書類かなというところでありますのでその辺使いながら今回の答案で作ってはいますよというところですね。はい あとはですねあとの参考文献いろいろ挙げておきましたがまあ要件事実の知識なんかだったりもどうしても避けられないかなとは思ったんで要件事実のテキストなんかも見ながら作ってはいますと多いですねこの要件事実のテキストも例えばこの大島先生の本なんかは、えー、と大島先生の本って2種類あるんで、えー、あれなんですけれどもまあよく予備試験受験生なんかも使ってるテキストの一つではあるんですかねと。はいというところでございましたという形ですね。はい、であとはひたすらやるのみですと。 はいでも冒頭でお話しした通りこれですねすぐにできるようになる話じゃないですと愚直に一生懸命繰り返し繰り返し確認していくことが大事になってきますよというところでございましたとはいではですねこれでちょっと長くなっちゃいましたけどもガイダンス動画に関しては以上にしたいなと思いますじゃあ早速講座を受けられる方はこの後もよろしくお願いいたしますでは以上になります